韓国のムンジエイン大統領が24日、青河原大入場後初めての誕生日を迎えた。青河原大によると、ムン大統領はこの日、平常時と違わない物静かな誕生日を過ごす予定だ。ムン大統領は最近、青河原大参謀人に、就任して初めての誕生日であるが、誕生日は毎年あるものだ。 普段通りに過ごすことになるのではとの趣旨の言及を行っている。青瓦原大の関係者は、ケーキカットなどイベントは特に準備していないとし、静かで落ち着いた雰囲気で、夫人が心を込めて準備した誕生日の祝い前で朝を迎え、通常時と違わない誕生日を送るだろうと伝えた。文大統領は朝食後、 予定されている業務日程をこなすものと伝えられた。